ニテロイ級フリゲートは、ブラジル海軍のフリゲートの艦級、イギリスのボスパーソーニクロフト社のマーク10フリゲートの設計を採用している。ボスパー社時代より、マーク5やマーク7といったガスタービン搭載の高速フリゲートが開発されてきた。本型は、これらよりさらに大型で汎用性に優れたフリゲートとして設計された。艦の大きさとしては、 イギリス海軍の42型駆逐艦に匹敵するが、乗員数は100名以上少ない。陰件式のフィンスタビライザーが設置されている。手記としては、V 型16機頭のムツ 16V956TB91 ディーゼルエンジン4機と、ロールスロイスオリンパス TM3 バイトガスタービニエンジン2機を、コドッグ方式で組み合わせて、 エッシャーウィス社製の可変ピッチプロペラ2軸を駆動する方式とされた。ディーゼルエンジン4機で19ノット、2機でも17ノットでの巡航が可能とされる。また電源としては、出力1 0 0 0ットのディーゼル周発電機4機と、出力5 0 0ットの非常発電機1機を搭載した。巡工当初、全艦が、フェランティ FM1600 バイト電子計算機を、 使用するカイズ戦術情報処理装置を備えていた。レーダーとしては、対空捜索用に、プレッシー射製の AWS- に、対水上捜索用に、発射精製の ZW-06 を搭載した。また電波探知装置としては、デッカ車製の RDL が搭載された。ソナーとしては、エド -610E を搭載したほか、 対戦艦型では江戸7 0 0ヘンシンドソナーを搭載している。当初、武器システムには対戦艦型と汎用艦型の2つのバリエーションがあった。対戦艦型では対戦兵器として艦備艦板に相から対戦ミサイルの単装発射器艦中部量限に324立方ミリメートル。 連装単魚雷発射艦、環境直前に375平方ミリメートル、連装対戦ロケット砲を搭載した。艦砲として、選手楼艦板に55口径1 1 4ミリメートル、単装速射砲を搭載したほか、環境広報量限に70口径4 0トル単装機銃を一機ずつ備えた。下記完成レーダーとしては、環境上と煙突直後に、 RTN-10X を1機ずつ備えた。また、艦中部両原には、C、シーキャット股間防空ミサイルの3連装発射機を設置した。汎用艦型では、相から対戦ミサイルを持たない代わり、選手楼艦板後端部に、エグゾス MM38 艦対艦がミサイルの連装発射塔2機、また、艦尾艦板に2機目の55合計1 1 4ト、mm、ル、 単装速射砲及び爆雷投下機場を追加装備した。また、対戦艦型でも1986年の発注に基づきエグゾス MM40 の連装発射塔2機が搭載された。1995年3月に発注されたモッドフラッグ回収により装備の更新、成立化が図られた。戦術情報処理装置は、 サイコンタ2に更新された。これは、フランス海軍のセニット -8 の派生型であった。リンク IB による、戦術データリンクに対応している。また、プリングウィズエッセイ -401、40武器管制システムと連接された。対空捜索レーダーは、エスン射精のラン -20S。対水上捜索レーダーは、テルマ射精のスキャンターミップ。 イズムもラカル射程のカトラス B-1B に更新された。また通常公開用として、フルの電気の FR-1942 マークにも搭載された。汎用艦型でもエグゾセが MM42 更新されたほか、対戦艦型のアイカラ対戦ミサイルは撤去された。またシーキャット股間防空ミサイルも撤去され、変わって、 完備看板にアルバトロスの8連装発射機が設置された。艦法は全艦が 114mm 砲一機装備に統一されたほか、広角機銃はシートリニティマーク3にアップデートされ、下記完成レーダーも RTN-30X に更新された。2019年には予算不足でネームシップのニテロイの延命回収を断念して退役させる。 一方で、46番艦の戦術情報処理装置をサイコンタ2文字に更新する再改修が発表された。再改修は2020年に始まり、2021年内の完了を予定している。また、手記や装備を簡素化した練習艦型として、ブラジルも建造されている。ありがとうございます。